もう早くない？え、もうそんな寝たの？めっちゃ綺麗。やばーい。ドリルからヤッホー !DIY リフォーム女子部のリフォンでーす。ゆなさんでーす。ゆんでーす。岩道さんでーす。坂本さんでーす。よろしくお願いしまーす。で、今日はお風呂の下地塗りをしていきまーす。だから砂利がもう、そうですね。そう、敷いてあって。あらかじめ詰めときました。はい。詰めときましたっていうか、坂本さんが。はい、坂本さんがやって。あの、夜な夜な砂利袋を詰めていただきます。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ重い。まずは下地ってことですね。そう、今砂利が入ってるんで。はい。その上に塗って、はい、って感じですね。そうです。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。頑張るぞ。頑張るぞ。じゃあ今から材料を作るっていうことですかね。わー、こんな感じですね。これがモルタル。すごするんですか。なんかでもテレビでちょっと見たことがある。壁からです。あ、ここ塗りつつこのままガショって塗りつつこれで。そうなんだ。とりあえず勘でやっていいの。勘で。勘でやります。さすが。なんとなくやります。あ、これか。いけんじゃない。おお。お。あ。いい感じ。これいいんですか。いい感じ。これいいの。優しい。優しい。山本さん優しい。いっぱい塗っていい。いっぱい塗っていい。おお。お、あ、力入れすぎるとその金網が向こうに落ちるから。あ、本当ですか。優しく優しく優しさと力強さがいいバランスじゃないと。あ、ついた。あ、でもついたね。じゃあどんな感じで。あ、いい。ちょっとプロにいいって言っちゃった。ちょっともうやりたそう。あれですね。おー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 、黒い黒い黒。お、全然敷き方が違うんだけど。ユンちゃんの量一瞬でなんか越したね。私の苦労は何だったんだ。優しいだけじゃダメなのか。ダメなんですね。落としにくいよね。角からやるべきだったんですかね。あ、確かに角からやってるね。私真ん中にこうやって真ん中、えい、やっちゃったけど、やりやすいもんね、一応。角埋めていくんですね。ね、なんかあの砂を取る瞬間が好き。取って、そうそうそう。それそれ今の瞬間。そう、今の瞬間。今の瞬間。はい。はい。あ、それですそれです。私はそれが好き。よって言ってる間にもう向こう側が見えなくなってね。もうそんなに下がった。そう、それも左手に持ってさっきの感じでガッと。それで乗せて、やっぱ端っこからがいいですね。端っこからね。これでもいっぱい。なんかそのままさ、もうボトッと落としたいよね。あ、わかるわかる。考えてるのと一緒。おお、こういう感じですか。こういう感じ。あ、いいのかな。いい感じ。わかんない。面白い。これもこう言っていいですか。左手に持ってるもの使わなくても大丈夫。大丈夫。あ、おお。ちょっと気づいちゃった。気づいちゃいました。豪快だね。お、いい高さですか。うんうん。いいね。ゆんちゃん床。あ、床あります。お、ゆんちゃん、ゆんちゃん床今度。私やっていいんですか。あ、楽しい。ね、そうね、ファーストタッチでも楽しい。いや、なんか柔らかい、楽しい、粘土感がある。ね、さっきより柔らか、全然柔らか。壁は結構過酷だったけど。はい。はい。はい。いい感じです。いい感じですよ。うわ。なんか音はいいね。なんかシャリシャリシャリ。シャッシャみたいな。なんかもう1個の量がすごくない。速度が違った。速度と量が違う。すごい超綺麗。綺麗ね。はい、
フライドになっていきます。おお、すぎまいなくなっちゃった。大丈夫、じゃあ話さない。はい、ゆんちゃん初挑戦。確かに結構豪快に。でもね、やっぱ半年くらいのキャリアがありますから。やばい、ちょっとあまり期待しないで。どうでしょうか。なんかでもすごい手際良さそうなの。早い。早い。本当ですか。早い。本当ですか。早いですね。キャリアが違いとしてくれたから。ちょっと端っこ難しいんで、坂本さんにバトンタッチですか。先生にやってもらいましょうか。はい、先生に。うん、すごい綺麗に。わあ、すごい綺麗。気持ちいい。すごい早い。もう一回、もうちょっと乾いたら、はい、また塗ります。あ、そうなんですか。へえー、はい、横へ横へ縦へ横へ横へ周りから周りから。いや、見てると簡単そうなんだよな。そうなんですよね。めっちゃ、早くない。もうそんな塗ったの。めっちゃ綺麗。やばい。だいたい全部塗ったって言うで。あ、ま、あ、ペン、ペン。で、水を振りやすしたら、ぐるんと、ぐるんとなります。あ、そうなんだ。めっちゃ綺麗。で、乾いたらもう一回、撫でると、もっと綺麗になるんで。左官ってどういう字書くんですか。思った。左に、あ、うかむりの官僚の官。あ、その官僚さん。それさ、なんで、あの役所にある、役職にあるよね、左官は。え、役職にあるの。官っていうのは江戸時代は後ろの仕事が多かった。殿様が来るたびに一日頭下げてたら仕事にならないから、だから官僚の位を。なるほど。官僚の位だと頭下げなくていいんだ。中から外、外から打ち、外から外を決めて、角を決めて、あと髪の笠かったよ、今周りから外の概念、周りから決めます。周りから、まあ、うち、うん、そこ周りから決めるってなんだ。壁際を先に塗り、終わったら中の方に入ってきます。うん、全然なんかそんな素直に伸びてくれないと思う。うん、力も。すごいですよね。刺さったよ今。今刺さったよ。どういうこと？難しいよね。うん、力加減がさ、角度だね。まあ。ちょっとね。いや、言うやんか、絶対なるから。なるけど、怖いけど。そこには材料が入ってないってことだから、こうして、材料をくっつけてあげる。へぇー。材料がないからへっこんでるの。え、なんで2回でこうなるの。今、なって。今いいじゃん。今なんか、いい。あ、いい、いい。色してきた。うん。おー、だいぶ整ってきました。あ、いいじゃん。うしゃー。あ、白綺麗になってた。あ、いいじゃん。うん。いや、父が喜んでるわ。超、間違いない。超綺麗。おー。本当に？え、大丈夫だよ。これでシャーってする。そう、それでシャーと。え、綺麗になる気がします。どうやったらこれ滑らかになるの？え、なってない？あ、なってる風。あ、すごい、なってるっぽい。え、なってるっぽい。はい、これ完了しました。めちゃくちゃ綺麗。ね、すごいね。え、すごい。
何もない。ね、するする。綺麗。え、全部眉裏がやったの？そう、すごい。嘘。才能。もう私転職しますわ。サカーニャに。よし。オッケー、終わりー、できましたはい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。ユンちゃんとユナちゃんめっちゃ頑張ってくれためっちゃ言ってたよね。はい、最後は、まあ、手伝ってもらったんで、はい、はい、いつもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっとまたまた乗るときによろしくお願いいたします。はい、またおそらくお願いすることがあればお願いします。はい、それでは今日の動画が面白いと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまたね。またね。